秘密通信。貴様、俺がスパイだと知ったからには消えてもらう。もうエスパーだってバレ。泣いてる暇なんてないぞ。遊んでないで。世界の平和に役立てなくては。そがれさんさん、こちら。発信源の特性。まさか、黄昏の。そして使えそうならこいつを盾にとって。人の出ないピストル。本物の悪い人。男を捕らえました。それじゃあ黄昏くん。クイ、どういうことだ。スパイ失格だ。父ジミア。だからガキは救いの手を差し伸べてくれない。意識に重ねていたのだな。プロの鬼ごっこ集団でね。父嘘つき。人にこれを渡したら君の勝ちだ。より良い孤児院に保護してもらえる。早く作りたくて俺はスパイになった。父、おじさんたちと鬼ごっこしてた。怖かった。帰りたい。帰ろう。難しい。何にしようかな。あった、合格だ。あや、偉い偉い偉い。父、行かないで。気を抜いた。どうかしてしまったな。狙ってんのか。他人がいる前、必ず両親と三人で、例外は認めぬ。母存在しない。